ーラーソイアリシア、皆さんこんにちは、アリシアです。ファイナルカットプロで編集する際に自分自身が使いやすい画面のレイアウトとその保存方法についてご紹介したいと思います。レイアウトを整えるということはよく使う道具をすぐに取り出せる状態にしておくということで、例えば爪を切りたいと思った時にいつもの場所に爪切りがあればすぐに取り出して使うことができますね。料理をする時も同じで、フライパンや調味料の置き場所を工夫したり、出来上がった料理を素早く盛り付けるためにお皿がスムーズに取り出せる位置にある方が楽ですよね。動画の編集ではカット割りの作業とカラーグレーディングの作業とでは使う機能が異なります。目的に合った機能を扱いやすい場所に配置することで作業効率も上がりますし、ストレスも感じにくくなります。私の現在の使用環境は MacBook Pro 13インチ、 OS は BigSir 11.23、 Final Cut Pro のバージョンは 10.54 での動作確認となります。はじめにカット編集専用のレイアウトを作ってプリセット保存をします。次にカラーグレーディング専用のプリセットも作っていきたいと思います。デフォルトの画面をコマンド0で表示させて、この状態からカット編集専用のレイアウトに作り変えていきましょう。デフォルト画面はコマンド0でいつでも呼び出すことができますので、何度でも最初からやり直すことが可能です。安心して行ってください。画面左のエリアはブラウザといって映像素材や BGM などファイル管理をするための機能が入っています。真ん中はプレビュー画面。右上は詳細な設定をするためのインスペクタ画面が4種類入っています。下半分はタイムラインで時間軸に沿って映像をつないでいく作業エリアになります。また映像の良し悪しを決めるのは半分以上が音と言われていまして、音量を測るオーディオメーターを表示させましょう。シフトを押しながらコマンド8、白い文字のデシベル数値と緑のメーターの動きさえ見えればいいので、細長く配置させましょう。ブラウザは最初このようにサムネイルでファイル表示されていると思いますが、 BGM などは 3,4 分ありますし、トークなどの会話を収録したものであれば10分を超える長いクリップもざらにあります。ファイル全体を一度に見渡すことが難しいので、私はサムネイルからリスト表示に変更しています。ファイル名がたくさん見えるように境目を一番上まで上げます。ブラウザ全体の横幅も左に寄せていって、メニューのマーク、カタカナの「マ」の下に合わせます。こうすることで真ん中のプレビュー画面が広くなって画像の細かいところまで確認しやすくなりますね。これでカット編集専用のレイアウトが出来上がりましたので、プリセットとして保存しましょう。メニューのウィンドウからワークスペースを別名で保存をクリック。例えばカッティングという名前で今回は保存します。もしレイアウトが気に入らなかった場合は、もう一度横幅や高さなどを調整して、先ほど作成したカッティングというプリセットのワークスペースをアップデートを選択すれば内容が更新されます。また、プリセットそのものを削除したいという場合は、ワークスペースフォルダをファインダーで開くを選択して、プリセットファイルごと削除してください。次にカラーグレーディング用のレイアウトを作りましょう。オーディオメーターは使いませんので、シフトを押しながらコマンド8で閉じます。ブラウザもコントロールとコマンド1で閉じます。コマンド7でビデオスコープを表示させます。グレーディングに必要なのはコマンド6でカラーインスペクター。私は最初にカラーホイールで明暗の調整を行いますので、環境設定でカラーホイールを選択しています。さらに数値入力で色の調整を行うことも多いので、インスペクタの上の方をダブルクリックして高さを切り替えています。ビデオスコープは3分割にして、左は縦長のルミナンス、右上に RGB パレード、右下にベクトルスコープを配置しています。ビデオスコープ内の面積は全体の横幅をメニューの変更の下に来るように合わせて、左右の割合は編集の下に合わせると左右を等分に分けることができます。右半分の上下は半々に分けています。では、プリセット保存しましょう。ウィンドウからワークスペース。ワークスペースを別名で保存。カラーグレーディングとします。これで2種類のプリセットが保存されました。デフォルトの画面から新しいレイアウトに切り替わるか確認してみましょう。コマンド0でデフォルト画面にします。ワークスペースのカッティングを選択。ワークスペースのカッティングを選択。はい、切り替わりました。ただし、現段階のファイナルカットプロでは、残念ながらインスペクタ内の種類までは切り替えることはできないようです。自分で切り替えるしかありませんが、今後改善されるといいですね。次はカラーグレーディング。次はカラーグレーディング。切り替わりました。インスペクタ内は先ほどの通り手動での切り替えとなります。さらにインスペクタ自体が表示されたりされなかったり不安定な時があります。その時はタイムライン上のクリップを選択するとインスペクタが現れます。以上がレイアウトのプリセット保存のやり方でした。また次回の動画でお会いしましょう。アディオスアミゴース。